あんな感じです。いよいよ今日で2017年の相場もおしまいですね。まあ、大納会を迎えております。まあ、日経平均株価、まあ、こじっかりということで、今年の年足はですね、まあ、陽線で引けると。まあ、年初がざくっと日経平均株価19,500円でしたので、大きな陽線で引ける。なおかつ、6年連続陽線で2017年は、まあ、終わるというような形の年足になるのは、まあ、ほぼ確実であると。非常にいい相場だったと言えますよね。まあ、多くの投資家の方々が、例えば年初に日本株を買った場合には、まあ、そのまま持続しておりますと、まあ、100% 利益が出たというような、まあ、年であったと。まあ、2万3000円台の大台乗せ、まあ、11月に次元いたしまして、高値更新と、まあ、16年ぶりですかね、まあ、そんな話も出てたし、連勝記録も、連勝記録が16連騰ですか、史上最高の連騰記録も日経平均株価は記録したと、まあ、非常に、まあ、いい年であったと、まあ、そういう中で本日は上値が重たいような展開、2万3000円を前にして、まあ、前場の状況ですけれども、まあ、足踏みだと、まあ、日銀の ETF の買い付け額が私の試算ですと約1000億円まだ残っております。今日新聞市場では今年年間で5兆円ほど日銀が買ったというような記事が載っておりましたけれども、枠は6兆円なわけで、昨日段階で5兆9000億円紹介していたと。今日引け間際に日銀が ETF を買い付けと、そのようなことが起こりますと2万3000円の大台で引けていくのではないかと。まあ個別銘柄見ておりますと、総合商社あるいは鉄鋼と新春相場を語る大型数量株がよく買われておりましたし、業績変化率の大きいところで昨日業績の情報修正を発表したような会社が物色されておりました。私は来年も睨みまして数量型株、配当利回りの高い総合商社に注目しています。